レオさん、今度の合同ライブよろしくお願いします。わあ、ロゼリアのリンコさんですね。こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。お伺いしたいことがあるのですが、ライブのたびに髪色が変わっている気がします。衣装によって変えているんですよ。チュチュ様のプロデュースのもと、レーザースイレンは最強のサウンドを目指しています。パレオも最大限表現するために衣装に合わせて髪色を変えているんです。何よりパレオは表現することが大好きなのです。そういえばロゼリアの衣装はリンコさんが作られているんですよね。はい、メンバーと話し合って作っています。今回の衣装は合同ライブということなので、ロゼリアのモチーフのバラに加えて、お互い高め合う競争闘争の意味を込めて炎のモチーフを入れ込んでいます。可愛い中にもかっこよさがある、いい衣装ですよね。お互い高め合う。ライブ頑張りましょう、リンコさん。はい、ラッシュクレイジです。私の最大限を出し切ります。最高のショーをお届けいたします。